続きやっていきます。こっから見た部屋に怪しい男が入っていったんで、そこ行こうかなと思います。あれは何の部屋だ？監視を続ける、監視を続ける。え、こっちの部屋は放置していいの？霊入っていったでしょ、ここ。あ、何？あ、アイテムか。誰もいないの？巫女の伝承と女性観。あ、民族学者渡来刑事が巫女について書いた本。神山の巫女たちは山を訪れる人々と共に山に入り、死へと導く存在だった。このため巫女は恐怖の対象と見られ、そりゃそうだわ。巫女に見られると魂を抜かれると考えられていた。実際に巫女の霊を 見たというものもおり、氷上山の怪談として定着しつつ、私が思うに日本の伝承文化には女性に対し畏怖の感情が多く含まれている。巫女とは何か。水に濡れた女、死へと誘う女。氷上山の巫女は水の魔女サイレンの物語を想起する。神山の伝承の最後となる全ての巫女が殺されたという事件。この事件は巫女に対する恐れが引き起こしたのものではないだろうか。ああ、巫女に見られると死んじゃうみたいな、そういう恐れがあったから、あれかな、あの鬼みたいなやつが巫女の目を潰して巫女を殺したっていう、そんな感じなのかな。監視に戻らなきゃ。いや、ちょっと待って。アイテムあるから。遊魂と呼ばれる儀式。死後に行われる結婚という風習は他の国にもある。見られるが、氷上山にも遊魂と呼ばれる儀式があったと伝えられている。冥婚、死後婚と呼ばれるこれらの風習は、未婚の死者への弔いとして行われる。神山に伝わる遊魂は人中となった、人柱となった巫女たちに男を見合わせるものだったようだ。日本の他の地方に伝わる同じような風習では、死者に架空の伴侶を見合わせ、その姿を絵馬に描いて奉納する。しかし神山では巫女に対して生きた男性を招き入れ見合わせていたようだ。一度招き入れられた男は山の掟に従い生きて山を降りることをでき、生きて山を降りることはできない。やばめっすね、ちょっと。つまり遊魂は柱となった巫女の魂を慰めるためにまれびとを招き入れ、共に柱とする儀式だったのではないだろうか。巫女は山を降りることを許されず、柱となり心中する相手が来るのを待っているのだ。戻ろう。監視カメラ行こう。もう。びっくりした。気持ち悪い。鏡の中の男。誰？さっきのやつでしょ、これ。びっくりした。バカ。もう無理。焦ったー、焦った、マジで焦った。なんだあいつは。まあ気持ち悪いなー。ルイ大丈夫か、一人で放置して。ここどこ。ああ、ここ監視カメラ。ルイめっちゃここ監視カメラ。次誰？もう一人が狙われる。ミュウ？ミュウが狙われるんじゃない？今度は。
あれ？え、誰今の？起きてた。あれ、あんな人いたっけ？あ、3人いるのか今。え？あ、ちょっと待って、誰来てる、来てる。いなかったでしょ今。え、これ席立った方がいいんじゃないの？ほら、ミュウの様子を確認。あれ、どこで1階か、あれ1階だったっけ。ああ、誰今の、誰、これミユでしょ、これ。え、なに、なんかある、ここに。なんかある。え？いや、だから手出てるって。手出てた今。え？え？なんかあるって絶対。ここなんかある。開ける。大丈夫か。え？あ、ほ、渡来刑事の方。神山はその名の通り太陽を上にいただく山という意味である。日神山と書かれていたという説もあるが定かではない。あ、日がその太陽の陽の方で、神が上じゃなくて神、ゴッドの方。山の周辺には特に夕日にまつわる伝承が多く残されている。山に入るには夕日が沈む時でなければならない。これは死を迎えるために山に入る場合、覚醒との距離が近くなると言われる大間が時に入るという儀式を伝えていると思われる。夕日が山にあるとき、山を見てはいけない。特に山鳴りを伴う間がつ引きは、外に出てはいけない。間がつ引きは最悪の神とされている。死を望まない者にとって神山の夕日はまがまがしいものであり、まがつひ、つまり最悪として捉えられていた。山なりについて他の地方にも最悪の前触れとして伝わっている。神山の山なりは同時に水が鳴ると考えられていたようで、その水の音は巫女の素質がある者たちにだけ聞こえるのだという。ある伝承には巫女森という水に入りをすると伝えられている。ああ、めっちゃ文章多いな、なんか。無事だって。監視を続ける。怖え。獲物っていいよ、これ。これは？ここ監視の部屋。あ、監視の部屋。え？テレビがついている。え？テレビどこ？あ、これ？テレビを消す。ああ、ちょっと、何で、誰？誰あ、じゃあ、ミスター、ミスター、ミスター、あ、ミスター。
ちょ、誰？くら、くらってるから。くらって。誰？気持ち悪い。気持ち悪い。電車使おう。本気出す。本気出す。あ、ちょっと待って。次電車使おう。あー、もう難しいな、もう。あれ。あ、な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 、本気出してきた。あー、ミスった。電車行こう。無駄に4枚取った。無駄に4枚取った。誰これ。え、誰だよ。誰だよ。誰やねん、お前。誰なん。また来てる、また来てる。誰今度。誰どこ行くん次。あー、店に似た空いてる。店に似た。店に今似た空いた。え、ちょっと万葉丸使っていこう。あ、万葉丸じゃない。なんかこれ万葉丸じゃなくて万葉丸じゃないか。ちょっとね、指摘されたんですよ。ああ、たとえよかった。万葉丸。なんか正露丸と一緒じゃないかみたいな。なんか万葉丸。万葉丸っていうらしいです。正露丸と一緒で。実際ね、なんかあるらしくって、どっかに売ってるって。ああ、ほらほら、いるやん。え、敵？え？あ、消えた。消えた。ああ、びっくりした、びっくりした、びっくりした、マジでびっくりした。びっくりした。あ、食らった、食らった。食らった。やばい、ちょっと、いった。ああ、いった、離れた。あ、どこ行った、どこ行った。あ、2体おるから。え、3体 ?2 体っすよね、2体。電車。あ、カウンター入った。うわー、土来てる来てる。カウンター、あれ、あ、食らって食らって、めっちゃ下手くそなってる。なんなん。あ、一体倒した。あ、倒せない倒せない、全然倒せない。絶対こう、こっち来て、え、どこ行った。また後ろ取ってくるんじゃない、こいつ。あ、よし、いいぞ、これで5箇所取りやすい。ああ、分散したか。分散したら一旦、こっち来て、必殺使う？いや、もう強く、フィルムねえわ。お前、カウンターしたいから、ちょっと、襲いかかってこい。あいつ、どこ行った？もう行った。行った！肩じゃない？これ。ほら。あ、両方倒した。両方倒した。あ、触れろ。ポイント。500点。500点もらえるから。で、戻るか。もう一回監視？もう30分経ってるやん。え、ちょっと待って、あれ花嫁じゃない、あれ花嫁だ、絶対。どこ行くん、ここ来るから。あー、ちょっと待って、めっちゃくそ、ユリの部屋のカメラが映って、めっちゃできたやん。ルフィがいない、意味わからん。なんなん。いやー、ユリの部屋2階か。こっから行けたっけな。はあ、3体ぐらいいたぞ今。怖え。ん？あ、なんかいる、なんかいるって。あ、ルイ。
ルイ入ってた。ルイ入ってた。あ。え。廊下を歩く。ルイ。え、何、どういうこと？部屋に入ったん今。ここあそこやん、あの。民族学者の家じゃないこれ。あー、なんかいる、なんかいる、なんかいるって、ゾンビみたいなやつ。レオンみたいな、レオンが。引きずられる男。レオンや。あー。あ、調べる。ここあの民族学者の家だから。水が。電話鳴るんじゃない？電話。電話鳴る。引きずられた後。はぁ、あ。待って。はぁ、あ。はい。調べる。なんかある。え？敵出そう。あ、来た。ルイの手帳。先生はあの写真の女性に見入られている。女性が苦手なはずなのに。先生は変わっていく。仕方のないことかもしれないけど、変わっていく。私はこのままでいたいと思っていた。このままの関係、どちらでもないまま、でもいつかは決めなくてはならない。先生はどっちがいいのだろう。何が？どっちって何？どっちって何？男か女かっていうこと。ルイはね、ちょっと女性疑惑があるっていう。どっちか決めるって何？女としてなのか、それとも男としてみたいな。怖ぁ。え？あ、なんかいる、なんかいる、なんかいる。影に立つ？あ、違う、闇に立つ影。誰？行き止まり？あ、違う違う、こっち道がある。はぁ。待ってくれ。怖っ。誰？誰？え？あれ？え？何？え、どうした？触れる？おい、ルイ。あ、あ、夢。夢か。え、いや、ちょっと待って。花嫁来てる。羽根は来てるよ。ああ。幻覚？あ、来てる、来てた。寝てる間に来てた。寝落ちするからそんなことな。みんな連れて行かれるやん。くそ。くそじゃないでしょ。
一人で行った？あ、残ってる。君は大丈夫か？私、やっぱり山に戻ります。私を連れて行ってくれますか？無茶を言うな、危険すぎる。そうですか、いろいろとお世話になりました。これお借りしてもいいですよね？小塚田さんも探せるかもしれないし。おい待てよ。殺したの？じゃあ行きますね。監視カメラを使ってユリとミウを守っていたレンだったが、いつの間にか眠ってしまう。レンはルイを追う夢を見ていた。その夢から覚めた時、ユリとルイは姿を消していた。そして目覚めたミウはユリの射撃を手に氷上山へと向かった。戸惑うレンを一人残して。何これ、主人公がミウになるってこと？ミウになってユリを探しに行く話に変わった。終わりか。ああ、今回はあれですね、謎解きみたいな、こうストーリーに関係の内容が多かったですね。ただ怖さは変わりませんでした。ということで、蜂の雫、これで終わりです。で、次9の雫なんですけど、なんかね、このゲームの、発売元である光栄テクモゲームズっていうところが、配信はね、9の雫までにしてくれっていうことみたいで、9の雫までしか動画を作ることが今のところね、まあ、できないみたいです。なので一旦ね、あの9の雫で、まあ、最終回ということになるんで、ちょっと残念なんですけど、よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。